天川村側内部、フラッシュを使って撮影小南トンネルは、奈良県吉野郡黒滝村と、天川村の境目に位置する奈良県道48号、道下は下市線の小南峠にあるトンネル。小南峠水道とも言う。後年に両高校と中央の一部が、コンクリートで補強されているが、内部は、岩が剥き出しの素彫りのままで建設当時ののみの跡が、残る。有効校に、 3メートル、長さ110メートル、内部は照明設備もない小さいながら野手ふれるトンネルである。トンネル口の少し下った場所は、木々が開けて景色が良い。両方向に水道名を示すものは設置されていないが、かつては水道の入り口の上に3つの石に、山上街、道込み並み、峠水道と横書きに刻まれた変額がはめられていた。国村には、 変額の石が道脇に置かれている写真がある。この変額は、所在不明となっていたが2013年の奈良県による近代海産調査の際に、峠水道の部分が黒滝村側斜面に渦漏れているのが発見された。毎年12月から翌年3月までは登記、通行止めを実施しているが、水道内壁に亀裂や剥離が発見されたため2012年6月11日より、 通行止めとなっており、コンクリート吹き付けによる補修が行われる予定。小南峠水道は1901年に、同川の有志が1万円をかけて開通させた。工事は、九州から来た穴掘りの甲府たちが、鶴橋とのみを使い手掘りで貫通させたという。工事が行われている頃、黒滝村川で川と焼けと呼ばれる大火事があった。下の方から出火し風下にいる村人は、 手が出せず消火できなかったが、山の上にいた甲府たちが消火に努めおかげで退化を防いだというエピソードが残る。小南峠水道の完成当時は、道川につながる道で、荷車の通れる道は、小南峠水道を通る三条街道だけであったため主要道として、人の往来も盛んであったが、1914年に、ニュー、天川街道が整備され天川村。 河合までバスが通るようになると、後に国道309号となるそのルートが主流になり、小南峠水道の往来も次第に捨てられていった。小南峠はかつては交通の難所であり、峠を越えようとした者は苦しさの、あまり身軽になるために、食料の米さえも投げ捨てたとされ、小南は米投げが点火したという伝承がある。ありがとうございます。